ナムって名前がすごく素敵です、はい、ありがとうございます。いや名前の由来は、やっぱ花がついてるんで女の子らしく夢を持った子っていう風に聞いたんですけど、全然ちょっと違うようになっちゃってレーサーになろうと思ったきっかけは何だったんですか？中学校ぐらいからスポーツ始めて、スポーツ関係の仕事に就きたかったんですけど、そこでおじいちゃんの影響があってボートレーサーっていうのを知って、そこから目指そうと思いました。おじいちゃんからはアドバイスを受けますか？もうとりあえず握って回れって言われますどんなところを持ち味にしていきたいですか、レーサーとしては？やっぱりもう外コースからでももっと点数が取れるように投げに絡める選手になりたいです。将来の目標はいかがでしょうか？将来は早く A 級になって、まあ、女子の中でもトップに立てるように頑張りたいです。未熟なところが多いですが、これからももっと一生懸命頑張って走りますので、応援よろしくお願いします。